次は来月6日ビファーレンの新本拠地となる長崎市のピーススタジアムのこけら落としゲームで下平監督の古巣17位大分と対戦します。先週金曜ピースタでの初練習が行われ、監督や選手が新スタジアムでのホーム戦への意気込みを語りました。今日は改めてまずスタジアムに入って、ピッチ確認して、やっぱりもうすでに素晴らしいスタジアムだなと思いましたし、本当に日本一のスタジアムだなと思います。個人的にはね、古巣のチームなので、そういう思い入れもあるチームと対戦なので、さらに九州ダービーということで非常に盛り上がると思うので、盛り上がった中で我々も J1 昇格かかってますから、しっかり勝利を取りたいと思います。やっぱり想像しただけでも本当に、鳥肌というか、ワクワク感ありますし、声援だったりを、パワーに変えて、いいプレーもそうですけど、気持ちの入ったプレーっていうなのは、サポーターも、期待していると思うので、勝つために気持ちだったりっていうところは、見せていきたいなというふうには思います。本当この素晴らしいスタジアム、本当にこう誇れるサポーターの前で自分たちは死ぬ気で皆さんのために走りたいと思っているので、一緒に戦ってもらえればなと思っています。